リスさんの歩みが描かれて、 そしてなんとこのお絵描き教室に通って、この7歳の時に国立美術館でミロ展に行き感動すると、これがまず黒柳なんと、あの小学校2年の時にもうミロの展覧会に行って感動したんです。ああなるほど、ここへ戻ろうと思ったんです。ああそうなんですか。7歳の時に戻ろうと。そう、はい、そして来週の展覧会、ミロの元で展覧会したのがこの作品や。ああ、で今までは漫才したのはここです、あの1900、これね、はい、あの1980年ですね、はい、あのちょうど9月3日、はい、富吉君と初めてあのテレビジョッキー鬼神変人、はい、これに出て、はい、最初のゲストは西城秀樹や。素晴らしい、うわー、キエキエキエってやってる頃、あの西城秀樹さんがゲストやったんです、今はない。その1回目のこのダイヤモンドホテルで撮った写真、はい、こっから28年間漫才してます。ところが、はい、ある日ね、浅草のおばちゃんが来て、あんた偉いのか漫才なのかどっちなんだ、はっきりしないよって言われる、はい、ほんで家帰ってマンションで一人でずっと両国のマンションで考える。もともと僕は7歳の時にミロの展覧会に感動したり、ここへ戻ろうと。それである日突然ね、芸能界2008年の2月11日建国記念日に辞めたんです。山口百恵のようにマイクをここに置いて、もうきっぱりそれから、きっぱりと、それから10年経ちました。はい、10年経ちました。ほんで今ここにおるんです。なんで、あの関西でしょ、はい、出身は。なぜこの夜影に今、夜影が素晴らしい、この漆喰の壁、はい、江戸のこの宿場町、はい、本陣と脇本陣がある、はい、この江戸時代がここにあったんですよ、はい、まだ残ってたんですよ、夜影に、はい、こんなとこないですよ、はい、日本中で、ええ、漆喰のそのまま残ってる、はい、あのなんちょっと今このゆっくりとこの下この空気、はい、そして穏やかな風、そして小田川の川、ああ美味しいお米、はい、ね、太陽がさんさんと出る晴れの国、はい、岡山、はい、ここしかないじゃないですか。今大和姫がおったら伊勢神宮はここへする本宮伊勢神宮はここになるそうです、はい、それぐらいいい場所ですよ、山陰は。気に入られた。気に入りましたね、一発で。ここしかないと思ったんですよ、はい、ね、海の幸、山の幸、はい、そして果物を美味しい。こんな江戸前、台風は来ない、地震はないこんな江戸前じゃないですか、ね、それでここにしたんです。はあ、なるほどね、素晴らしいでしょ、素晴らしい。そしてまた東大2人ここから行って勉強でやがって現役で野外高校から東京大学、そんな演技の居場所ないでしょ、ね、素晴らしい場所です、土地柄。そうですね、ね、そこをもうアトリエ兼、そう、もう住んでらっしゃると。そうなんですよ。なるほど。お正月には演芸場もしたんですよ。落語家さんとですね、はい、こうやって、まあ、あの落語をやったり漫才をしたりしてね、はいはい、これあの吉さんが来て文化センターでやったり、はいはい、ここであの漫談とやらせていただいてね、はい、ああそうですか、演芸場が2階なんです。なるほど、すごいでしょ。はい、で宿も始めるの。そうなんですよ、ここで泊まっていただくと。ここに泊まるんですか。そうなんです。ここに泊まるの。いやまだあるんですよ、いろいろここちょっと寝られないと。いやいや、ま、だもうあまりにもパワースポットすぎてちょっと、ね、寝るのが興奮しすぎて、好きな人がここへ。あ、ここでね、漫才の部屋。漫才、はぁ、なるほど。ところが、まあ、下にも奥にもある。奥にもある。奥座敷、奥座敷、倉敷の奥座敷は山陰やないか。もっと奥へ奥へ、京都といって奥に。